原選手打ち合わせしていて、どういうラリーをするかとか考えていて、すごくうまくいったので、はい、楽しくできました。とても緊張したんですけれども、少しでもこう卓球の楽しいところや面白いところをアピールできたんじゃないかなというふうに思います。委員の方ともラリーされてたようですけれども、いかがでした？はい、すごく難しいというふうに、はい、おっしゃっていました。卓球をするのが初めてなので、すごく、はい、難しいねっていうのを笑いながら話したりとか、はい、していました。私たちが練習をしている風景を見て、皆さんすごく笑顔で楽しそうな雰囲気だったので、大成功だったんじゃないかなというふうに思います。2020年に東京で開催することができたら、多くの子どもたちやたくさんの皆さんに勇気とか元気を、こうまた夢を与えられると思うので、ぜひ東京で開催してほしいと思います。